藤井七冠がタイトル戦初出場の佐々木勇気八段の挑戦を受ける竜王戦七番勝負第1局は一昨日から東京で行われ2日目の昨日、藤井七冠が117手で勝利しましたそれに向けてしっかり準備をしていきたいと思い先に4勝した方がタイトルを獲得する竜王戦藤井七冠が連勝で防衛に前進するか 注目の第2局は今月19日から福井県あわら市で行われます。